クレポートピアランドとは、広島県クレ市に、かつて存在した遊園地である。スペインのリゾート地、コスタデルソルをモチーフとしたテーマパークであった。現在は、クレポートピアパークとして市民に開放されている。神戸ポートピアランドの運営主体の阪急電鉄株式会社やクレ市が出資し、第三セクターとして1992年3月20日に開園した。 イメージキャラクターは、イルメリ君であった。当時近くに存在した広島ナタリーと異なり、いわゆる絶叫マシン等の遊具が多く、若者には、クレポーと呼ばれ当初は、それなりの指示を受けていた。しかし、子供向けの遊具が少なく家族連れが行きにくいと、当初から指摘されていたにもかかわらず改善がなかなか進まず、リピーターの獲得に失敗し、 顧客離れを引き起こしたとされる。開園当初は年間90万人程度の来場者があったが、徐々に減少していき最終的には3分の1の年間30万人程度まで落ち込むに至った。結果、1998年8月31日に9円特別生産し、負債額は114億円で中国地方裁約の第三セクター破綻と言われている。現在は、 クレポートピアパークとして市民に開放されている。また、開園と同時に、クレ線、クレポートピア駅も開設されたが、閉園後もクレポートピア駅は、廃止や解明をせず、そのままの名称で引き続き利用されている。AB、クレの歴史クレ市ホームページ、www.city.cre.lg.jp2018 年11月29日閲覧。 クレポートピアパーククレシホームページ。www.city.cre.lg.jp。2018年11月29日閲覧。旧クレポートピアランド。観覧車サノヤスホールディングス株式会社。w w w s a n o y a s c o j p 2018年11月29日閲覧。スペワの思い出。 太陽イメージの大観覧車西日本新聞2017年2月20日。ありがとうございます。